はい、昼ビール放送局、わけありダイエットウォークのまこねーです。今週も始まりました。また今週1週間じゃないね。月曜日から金曜日まで。はい、皆さんのお時間をお借りして、私がダラダラ歩きながらダラダラ話す、ポッドキャストをお楽しみください。今日ちょっと反響してるね。今日ね、外雨降ってて、久しぶりね、出勤するときに雨って本当久しぶり、うん。風が強かったりとかはあったけども、まあ、雪が降ってても、なんかね、私が行くときはいつも、なんだかねって晴れてたんだよね。そう、だから本当何ヶ月ぶりかに出勤のとき雨って感じなんだけど、でっかい傘がもうパラソルアンテナみたいになってて、本当にパラソルアンテナだよね。なんか反響してるね。まあそんなわけで、傘の中、風を遮りながらの収録になってます。私の傘ね、日傘兼雨用の傘だから、まあ、中はね、黒字なのよ。なんでね、前が全然見えない。まあそんな傘なんですが、まあ先週は、G 行為の話で終わったので、今週は何から話していこうかななんて思っていたんですけども、今日は、教える側と襲われる側、襲う側と襲われる側だけ、教える人にね、人にティーチング、人に教える側と襲われる、教えてもらう側のお話をしていきたいと思います。ごめんなさいね。スペインのことを忘れてるわけじゃないんだけど、スペインの配信を今月いっぱいでやめようかっていう話を昨日、先週切り出してたんです。でもね、その日、たまたま、配信した時に、あれ、ファンが増えてるっていうことがあって、まあ、聞いてくれてるファンの人がいる以上、ねえ、私が予約投稿できないのが本当ムカつくんだけど、みたいな感じではやめられないなと思い、まあね、YouTube と違って、昼ビール放送の他の全部のコンテンツ上げてるわけじゃないから、本当にわけありダイエットトークだけなんだけども、まあ、すごく手間かかるわけじゃないので、今後も、今のところ継続にしましょう。帰ってからさ、忘れないで、M キャストとか上げられればいいんだけど、なんかね、帰っちゃうと、もうスプーンからね、気持ちが違う方向に行っちゃってて、なんか翌日の朝まで忘れてるんだよね。だから予約投稿さえできれば、他のね、M キャストも、今日のアウトプットも、こう、全部ね、スプーンにも上げたいなと思ってるんだけどさ、なんで、昔は予約投稿できたんだよね。そう。でもなんでなくなっちゃったのかな。そんなに、まあ、作った機能を消すほどリソースに問題あるとは思えないし、どうなんだろうね。もしかしてなんか問題があったのかもしれない。まあ、そんなわけで、まあ、スプーンが予約投稿のポッドキャストを再開してくれることを心から強く祈っているマコネが今日お話するのが、教える側と教えられる側のお話です。はい。まあ、ちょっとね、すげえ風。そう。まあ、どんなお話になっていくかわかんないですが、何回かお話している通り、私は今歩いているのは、朝の、お風呂掃除の仕事。で、週何回か、深夜もね、12時から2時間程度、お風呂掃除の仕事をしてます。そう、これから行くお風呂掃除の仕事は、どっちかというと、私が最年少グループ。はい。平均年齢は、多分、60以上だと思うな。私が入っても60以上だからまあまあだよね。まあそれで、夜ね、深夜働いてるところは私が最年長グループ。一番若いグループ子たちで19歳ぐらい。そう、
うん、まだ大学1年生とか2年生の子たちばっかり、専門学校の子とかね、そう。で、中堅クラスがだいたい20代後半から、違うな、30代前半ぐらいのメンバーかな。そう。で、オールドチームは、私は同い年ぐらい。まあ、そんなわけで、昼間じゃなくて、深夜のお風呂のお掃除もしてるんですけども、両方ともスポーツジムで、まあね、日本のスポーツジムはシャワーだけじゃなくてお風呂もしっかりありますからね。そう、まあ、大きいところは。まあ、そんなわけで、スポーツジムのお風呂の掃除の中で、いくつって言ったかな、21だと思うんだけど、わざわざね、毎朝新あの電車で片道1時間半だかかけて、新潟の専門学校に通ってる女の子がいて、その子もはね、そう、私の今一緒に働いてる職場までも車でね、片道20分のところわざわざ深夜にバイトに来てるみたいで、まあお母さんがね、もともと関連会社で働いてたから、まあ、そのつながりもあって、今同じお風呂の掃除してるんだけど、まあ彼女にね、今回、まああるミッションをお願いしたわけ。のミッションっていうのは、たまたまね、以前も同じ仕事をしてた方が、まあ年齢は聞かなかったけども、私、息子さんが私よりちょっと下だっていう話だから、まあ、70代ぐらいかな。まあ見た目もそれくらいなんだけども、それくらいの男性の方が、職場に復帰するってことで、そう、4年ぶりぐらい、4年か5年ぶりぐらいに、お風呂の掃除復帰するっていうことで、来られたの。そう。その彼に、仕事の仕方、今のやり方と、過去のやり方を確認してもらうのと、その今のやり方を学んでもらうということで、その役割を、その女の子にお願いしたんだ。まあ、その話をしたいんだけど、今日ね、風が強くてさ、片手で傘持ってるのがやばいね。ああ、でもこうやれば大丈夫か。じゃあ、いやー、すごいすごい。ちょっとこれ無理だな。渡りきるまで中断です。はい、あれから何分経ったか分かんないけど、無事に橋を渡りきったんですが、まあ雨の勢いは相変わらず。でも真正面から来る風じゃないから、まあね、横に傘を立てて歩いています。なのでまあなんとかね、風を遮りながらお話ができると思います。そう。で、まあ、彼女に、お願いしたのは、そのね、年上の男性に、過去のね、掃除のやり方と、今の掃除のやり方の違いを、ちょっと確認してもらうのと、で、まあね、もし過去のやり方で、今よりね、効率がいいものがあったら、まあ、それはシェアしてほしいと。で、まあ、今のやり方に、の方が、まあ、効率がいいものだったら、今のやり方を、しっかり覚えてもらうということで、まあ、指導員としてね、役割をお願いしました。まあ、それも突然じゃなくて、以前から、もしそういう機会があったら、みなみちゃんにお願いするからねっていうのを、お話したんです。はい。まあ、それがね、たまたま年上の、しかも男性っていうことで、まあ、彼女はね、まあ、心の中に、まあ、そう言われてもいいようにっていう準備はしてたんだろうけども、まあ、二つ返事、はいと。いや、なかなかすごいなと思ってたんだけど、まあ、もともとね、体育会系で、そう、体育会系女子なので、まあ、本音はわからんけど、まあ、返事はいつも素晴らしい。まあ、お仕事は割合と大雑把。本人が言うから間違いないと思うんだけど、大型の女子。ごめんなさいね、大型の女子がね、別にみんな、大雑把ってわけじゃないんですけど、まあまあまあ、まあ仕事始めて半年ぐらいかな、今。そう、まあ大体、何でもできるようになって、細かいこと言わなくても、細かいところ自分でチェックし、自分で判断して、必要なことは、必要なりに、仕事を追加してできるっていうような彼女なのね。
で、まあ、今いるメンバーの中で、私が直接指導したっていうのは、まあ、彼女だけなんだ。そう。まあ、以前はね、直接指導した人いっぱいいたんだけど、どうやら大ボスにね、私あんまり疲れてないみたいで。まあね、私基本的に連絡つかないからさ、そう、LINE もやってないし、電話番号も使ってないし、そう、大ボスが私にどう連絡してみようもないから、まあ、私が何やってるかも彼もわかんないと思うんだ。そんな中で、まあ、お願いしたところ、まあ、心よくね、引き受けてくれて、彼女が指導してくれたんだよね。まあ、そうね、わざわざ彼女を指名したのは、まあ、もちろんね、私の教え方を自分で体験してるわけだし、で、それをまた人にリロードするっていうことは、まあ、重要なことだしね。そう。まあ、お掃除に正しくないもんないんだけどさ、可能な限り、一番お客さんがね、気持ちよく使ってくれる状態に、毎日仕上げるっていうのが、お仕事だと思うの、お風呂掃除のね。まあ、もちろんクライアントである、お掃除のジムのスタッフに煙たがられないような掃除っていうのももちろん当然だけど、でも大元はお金払うお客さんなわけで、お客さんが気持ちよく使ってくれるお風呂の状態に毎日綺麗にするっていうのが、まあ大前提よね。まあサービス業だし。まあ、それでね、まあ、備品をね、傷めないために使うための工具って、いろいろあるだろうし、お客さんが不快に思わないように、必ず掃除するところもあれば、逆に、場合によっては、多少手抜いても、他のところを優先すべきっていうこともあるわけよ。まあ、そういう、場合によっては、多少手を抜くこともあり、で、まあ、場合によっては、重点的にしなきゃいけないとか、ここは必ずやらなきゃいけないとか、そういうことを、まあ、彼女はね、しっかり全部覚えてくれてるから、まあ、そこも含めて、まあ、経験者ということで、シェアしてほしいということをお願いした。でね、まあ、とつなくやり終えて、まあ、ちょこちょことね、指導してる様子を見に行ったりとか、フォローしたりしたんだけど、まあ、おおよそ彼女が、彼を一生懸命指導してくれて、って感じだったんだけど、そう。で、まあ、そのね、翌出勤の時、まあ、私がその後二日休みが空いたんだけど、彼女も、二日休みが空いたかな。で、その、新しく入ったね、先輩の方も、同じ二日空いたんだけど、たまたまね、彼女が都合悪くて、休んじゃったのよ。そして結果的にいつも三人でやってるところを二人になっちゃったのね。まあ、そうしたもんだから、まあ私はね、まあ一回教えてもらったし経験者だし、じゃあ、女子の方お願いしますみたいな感じでね、まるっと振っても、まあなんとかなるだろうと思ったのよ。まあそうしたらね、そう、洗剤はどこにあるんですかから始まり、そう、まあ、こと細かく結構聞いてくるわけよ。まあね、まあ確かに、まあ、過去やってたとしても、まあ道具とかも変わってるかもしれないし、まあ、年も年だからね、前回聞いたことを全部まるっと忘れちゃってるって可能性もあるわけよ。まあそんなのに私もね、スマホをさ、諸先輩方に教えたりとか、パソコン教えたりする中で、ほんとこいつら覚える気あるかみたいな。お前らもう年のせいにしたら、全部年のせいにするんだったら、全部いいと思ってるだろうこの野郎って思うことも多々あるわけ。そう。結局、スマホもさ、本当に自分にとって重要なものは忘れないのよ。そう。誰かに聞けばいいやと思ってるものはすぐ忘れるんだよ。そう。私自身は人に何かを聞くのは大嫌いなのね。そう。だから、スマホでもパソコンでも、まあ、ありとあらゆるものは基本的に独学よ。そう。まあ、大嫌いと言っても、まあ、本は見るしさ、まあ、資料は調べるし、全部が全部ね、本当に独学かかってきたらさ、そう。もちろんね、字の締め方だったから覚えるわけじゃないから。そう、箱の開け方から覚えるわけじゃないから、まあ、全部が全部 100% 独学って言ったらそういうわけじゃないんだけど、でも基本的に、アプリの使い方から、まあサービス、いろんなウェブサービスとか、
いろんなのあるけどもさ、まあ、ポッドキャストのやり方とか YouTube のやり方もそうだけど、まあ、これは全部独学。うん。自分で調べて、チャレンジして、失敗を繰り返しながら、改めてチャレンジし、で、ちょっとずつ結果をいい方向に持っていくっていう作業が好き。というより、人に教えられるのが嫌い。そう。まあ、そうやってやってるんだけども、まあ、そのね、諸先輩はね、まあ、先輩は、まあ、お年のせいなのか、聞いてなかったのか、もしくは、彼女が教えてないかの三択なわけだ。うん。まあ、教えてない場合、まあ、彼の問題の場合は仕方ないよ。そう、まあ、お年だからといえばお年だから。で、まあ、過去のやり方とはあまりにも違って対応できなかったというパターンもあるかもしれないしね。まあ、それは何とも言えない。うん。まあ、それは彼の問題だから、まあ、彼と向き合いながらちょっとずつ改善していくしかないんだけど、まあ、彼女が教えてなかったっていう場合、そう、そうした時に、どうやって、フォローするかっていうことが、私がね、彼女をどうフォローするかっていうことが、まあ、次の課題になると思うのね。そう。ただ、最初にさ、彼女に、最初に、まあ、彼女に振った時もそうなんだけど、本当はね、本当は、彼女に振ることなく、自分で教えた方が楽なの。そう。時間が取られようが、他の作業が遅くなろうが、本当は誰かに振るより自分で教えた方が全然楽なの。うん。で、その後のフォローも楽なの。そう。いい人に挟まなくていいからね。そして何か問題が、彼の行動で、誰が教えたんだっていう何か問題があった時に、それも私が頭を下げればいいだけだから、それも簡単。でもわざわざ彼女にその役目をお願いしたっていうのは、やっぱりね、いくつか理由があるわけよ。それは、私はね、まあ少なくても、20代、30代の子たちに比べればずっと年上よ。そう。年上である以上、私はね、こう思ってるの。常に自分より若い人たちに、これ、その私の経験をね、少しでもプラスになるように伝えていく必要があると思ってるの。義務というか、そう、それはその子と直接的な関係がなくても、そう、家族とかね、友達とかでもなくても、それでも、可能な限り自分の経験とか失敗を含めてね、失敗談も含めて、まあ、あの時はこうだったよってことをしっかり伝えていく必要があると思ってるのよ。そう、それは人に教えるってこともそうで、彼女は、まあ、まだね、学生さんだし、学生さんだしね、女性だし、多分、後から聞いたんだけど、自分より年上の人に何かを教えるって経験は初めてだったらしい。そう、そうだと思うよ。社会に出たって、男性も女性もそうだけど、突然目上の人に何かを教えるっていうことをしなきゃいけない立場っていうのは限られるよね。そう、まあ、たまたまね、ものすごく上位ランクの会社に入って、そこの、そこから派遣された先に自分より年上の部下ができたとか、まあそういった感じだったら自分よりね、年下の人に指導するってことが出てくるかもしれないけど、まあ普通に考えて、なかなかね、社会にパッと出た時に、ありえないと思うわけ。そう。でもそれはいずれ経験しなきゃいけないことが来るかもしれないし、知っといて損な話ではないと思うの。そう。で、本当にいずれそういう時が来た時に、それが失敗を許されない状況だったら、ものすごいプレッシャーじゃん。でもさ、彼女がここでね、ただのさ、バイトだよ。さ、ただのバイトだよ。そう。でもバイトの中で失敗したからって、別にね、彼女を怒られるわけでもないし、まあ彼がね、まあ彼女が教えたことで彼が失敗したところで、大きな問題になるような失敗じゃないよ。なんだったら私が彼女に指導をお願いした私のところに責任が来る。まあそれでもいいと思うの。うん。せめてお仕事をお願いした以上、最終的な責任は私のところに来たって全然問題ないんだけど、まあ彼女にはね、自分より年上の人を指導するっていう経験と自信を持ってもらいたくて彼女に振ったんだよね。まあ見事やりきったというわけではないんだけど、まあ後からね彼女がいないところでその彼に聞いてみると、
彼の仕事ぶりを見てみると、あれあれ本当にみなみちゃんじゃないや、その彼女が、教えたのかなって思うところも多々あるんだけどさ、まあ、その、なんだろう、教える側と教えられる側の関係もそうだけど、どこまで教えるかっていうバランスも必要なわけだ。で、まあ、彼女は、週3回ぐらい出勤してるけども、まあ、そのおじさんと、平日何回絡むかはわかんないし、私はね、もっと出てるからさ、まあ、私が教えるときは、まあ、今日はこれ、明日はこれみたいな継続的な感じで、2回か3回に分けて教えるんだけど、そうじゃなくて、今日ね、せめて教えなきゃいけないってなると、まあ、それなりに詰め込んだりもするわけよ。そう。彼女がどういうプランで教えたかまではわかんないし、私はそこまで指示しなかったから、まあ、彼女の出方を見てみたかったからね、指示しなかったから、まあ、どうやったかわからないけど、まあね、まあ、教えてもらったそのおじさんに話を聞く限りでは、まあ、2回、3回に分けて教えるような感じで教えたみたいね。うん。まあ、それだけに穴もいっぱいあって、あと、今ここで教えておかなきゃいけないところを抜かしてたりとか、そう、大事なところなんだけどね、ここ、基本の基本でしょっていうところを抜いてたりとか、まあ、そういうところがあってさ、まあまあ私が思い描いたような結果ではなかったけども、それでもね、初めて年上の男性に、指導をするっていう経験を彼女が積んだっていうのは、本当に私にとっても彼女にとっても喜ばしいことだなと思ってる。うん。まあ、それだけにさ、なんだろうな、その気になればね、社会にいる人全員がね、その気になれば、自分のためばかりじゃなくて、他人のために何か、できることっていっぱいあると思うんだよね。そう。うん。そして、またね、それを受け止める側にも、まあ、いろいろあってさ、まあ、そのおじさまの話ではないんだけど、教わる、教えてもらう方は、教える方のそれなりのプレッシャーもあるし、責任もある。そう。で、まあ、技術もいるし、知識も必要。でも、教わる側の、やっぱルールがあるわけよ。あるはずよ。そう。まあね、とかくね、自分より若い人は、ね、自分より若いっていうか、初めて来ましたとか、経験が少ない人は、まあ、謙虚にさ、すいませんが教えてくださいみたいな感じだよ。そう。でもそうじゃない年上の人っていうのは、まあ、往々にして、それまでの経験の中の範囲でしか物事を考えない。そう。となると、またね、教えるのが大変なわけよ。そう。それはね、パソコンでもね、スマホでもそうだった。うん。で、なんだろう。すごい雨だな。うん。そう。スマホでもそうなんだけど、他のね、仕事でもそう。そう。ほんとね、なんなのそのプライドみたいな。あなたできないから私が教えてるんでしょっていうふうに、まあね、逆切れしたくなるぐらいの人もたくさんいる。うん。まあね、彼女がいずれそういう人と出会って、そういう人に何か教えなきゃいけないってこともあるかもしれないから、まあ今はね、そのおじさんを、まあ利用して、いろんな経験を積んでほしいなと思ってるんだ。そう。まあ、そのね、おじさんとちょっとお話する、ゆっくり時間を取って話する機会があったんで、まあ、私が彼女を指導者として、指名した理由とか、彼女にとってのメリットがあることとか、それに協力してほしいということは、まあ、彼には伝えた。うん。まあ、彼はね、そのおじさんは、結構謙虚でね、柔軟に受け入れられるような人だったんで、まあ、それで通ったけどね。まあ、お仕事には柔軟性はなかったけど。そう。まあね、どんなお仕事でもいいけど、ある程度自由が許されるんだったら、誰でもさ、ちょっと楽しようとか、効率よくしようとか、考えると思うんだけど、まあ、2日目だったからかもしれないけど、まあ、そういうのが一切なくてさ、そう、このおっさん、だって普通ね、私が、
遅くても15分で終わるようなことを2時間かかってたからね。それは時間食いすぎでしょうと。それは申し訳ないけども、即戦力にはならないですね。普段3人でやってるとこ、そのおじさんがいるんだったら4人いなきゃ回りませんねっていうふうに思わず愚痴りたいぐらいな状況だったんだけど、まあそれでもね、時間が経てば、ちょっとずつレベルアップしていければいいなと思って、まあ今後も仲良くやっていきたいなと思っています。まあそんなわけで今日はですね、風が強くてちょっと中断を交えながらなんですが、教えるって、人に何かを教えるってことについてちょっとお話ししてきました。まあその延長なんですけども、そう、教えるって嫌いですか？みんな。私がめんどくさいですか？よくね、私は人に自分で教えられるんだけど人に振るっていうのは、アウトプットですよ。要するに。そう。その彼でも彼女でもいいけど、その彼女が今やってることを自分の中でもう一回再確認するために教えさせるわけです。アウトプットとしてね。そう。で、自分で教えながら自分がやれてること、やれてないことを確認してほしいっていうのが、まあ本音というか、本音なんです。だから、本来は教えてる側の方が教える側よりもメリットは大きい。そう。だから、彼女にも普段からそういうふうにしてるんですが、まあね、嫌がる人も結構います。人に何か教えるの。そう。どうなんだろう。嫌かな？そんなに。そう。なんか、私はね、人に何か教えるっていうのは大好きなのよ。そう。大好き。うん。何でもいいから先生になりたいってぐらい思うんだけど、でも、教え子がね、あんまりにもね、覚える気はなくて、本当、なんか、聞けば答える壊れたおもちゃみたいな、そう、AI にね、AI に同じ質問何度も、してるように、何度も同じ質問するようなやからだと、本当お前らやる気あんのかって切れたくなるんだけど、基本的には人に教えるのが好きだと思うんですよね。そう。だから、なんで好きかというと、まあちょっと、偉そうな面できるじゃん。自分が、自分でね、無理して作らなくても、マウント取れるじゃん。こんなに気持ちいいことある？人に教えるって、とっても気持ちいいじゃん？と思うのは私だけかな。そう。ね、多くの人が、私が教えるんですか？みたいな感じで、それだったら小川さんお願いします、みたいな。まあそういうのがね、大体普通のね、反応よ。いや、私はね、そんなに人に教えるの嫌だかって、本当いつも思うんだけど、どうなんだろうね。めんどくさいのかな？もしかして自分の穴を見つけるのが嫌だ？いや、まあそんなことはないでしょう。そう。まあどっちにしても人に教えるのが上手な人は、私はね、すごくね、羨ましいなと思ってます。はい。まあ私もね、自分で言うのはなんだけど、人に教えるの、まあまあ自信があるよ。あるよ。そう。基本的にはね、まあ手仕事というか、まあ物理的なお仕事。物理的なお仕事も、まあパソコンもスマホもそうだけど、自分でやって、見せて、その上で試してもらって、やれなかったらフォローして、で、また試してもらって、で、やれるようになるまで繰り返すっていうのが、まあ私の指導方針なんだけどさ、うん。まあ、それよりも、まあね、セミナーみたいに一方的に喋る場合もあるじゃない。そう。で、プレゼン資料を見ながら喋る場合もあるじゃない。まあ、どれが正しくて、どれが有効かはわからないけども、まあ、その時その時のね、一人に対してやるのと、10人に対してやるのと、100人に対してやるのじゃ、またやり方全然違うからさ。まあ、そうやって、いくつか、パターンを、かれこれね、繰り返しながら人に教えるのは、私はすごく好き。まあ、もちろんね、失敗したこともいっぱいあるよ。もうほんとね、自分で、セミナー開いて大失敗して、信用ガタ落ちってこともあったし、そう、その後全く仕事がなくなったってこともあるよ。そう。でもね、そんな失敗も含めて、まあ経験値だから、しっかり経験積みながら、また次のステップに、楽しみを求めていけるっていうのがまた教えるっていうことの素晴らしさじゃないかなと思ってます。まあそんな
なわけでね、また風が強くなってきたのと、ちょっとお仕事の時間に近づいてきたので、今日はここで終わりにしたいと思います。ヒルビリュー放送局、今週の一発目は、まあ、すごい強風の中で、すごいでっかい声で声を張り上げながら喋ってます。そんなわけで、明日こそいい天気になるように、皆さんも祈ってください。ヒルビリュー放送局、ワケありダイエットワーク、月曜日のマコネでした。またね、バイバイ。風邪ひくなよ、みんな。風邪っていう季節じゃないね。花粉症大丈夫か？私は平気なんだけどさ。